8月20日のケリヒメスイーツ、ケリヒメスイーツ、ケリヒメスイーツ、大事なことなので3回ぐらい言っておこう。今日はですね、この後24時、ね、深夜の0時から YouTube ライブドラプロに出るのと、明日の朝9時からマイクラ肝試しと、今日はケリヒメどうしようかな、ここら辺やろうか。ここはボスの乱入率がアップかな、新しいアイテムが増えたってあるし、土日に出る、一回やりきるともうやる気をなくす、あんまり面白くないアンジェステージ。なんかボスもちょっとめんどくさかったような記憶があるんだけど、気のせいかな。ステージ自体がちょっとめんどくさかったよな。これか、あのハートの何回かやらなくちゃいけない系か。あ、そういえばマイクラはあの開会枠の時さ、俺ちょっとテクスチャがバグっちゃって、開会枠にね、ちょっとお邪魔、放送はしたけどお邪魔できなかったんだけども、今日の午前11時から約2時間半去年のマップ、かっこリメイクされた前川号を探索してるあれを踊ったんで、ニコニコの方だとタイムシフトって予約してないと見れないのかな。チャンネルになってから仕様がよくわからんだけど、まあでもいつになるかわかんないけど、動画にはなるかな。じゃあ本編も動画で見ようかなって思う人いるかもしれんけども、確実に放送で見た方が面白い。動画はあくまでなんだろう、アーカイブだからな。ほいさ、やっぱちょっとめんどくさいな、ゴリゴリしてもなかなか削りきれない。ゴリ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 、これフレンドが連れてる使用人がここの新規の新しいやつかな、新規の新しいやつってなんだ新しい使用人かな。ただね、日曜日の明日の朝9時からっていうね、まあ朝は早いけども、大丈夫大丈夫、プリキュアより遅いよ。すいません、プリキュアって今やってんのそのあたりからだけど、最初は8時から仮面ライダーとなんかアニメがあって、9時からあれ何時だろう、でもこのあたりの時間、じゃあ9時はあれか、ドラゴンボール、ドラ、あ、ちょっと待てよ、ドラゴンボールって9時10時どっちだ全くわかんねえ。見るとしても録画しかしないからさ、何がアニメ何時にやってるとかね、全然把握してないんだよね。あのボノボノのリメイクかっこはてな版が朝の4時台ってのは覚えてる。4時50何分とかそんな感じじゃなかったっけそしてなかなか終わらないぜ。ここまでゴリゴリしてもなかなか終わらない。お、ここはもうガンで青稼ぎにしよう。でもってこれで、ふう、あれ出なかった。これで乱入ボスが出るとってことでしょ。せっかく乱入率アップって書いたのに悔しい。同じステージまたやるのもつまんないから、4姉妹ラッシュは新しいものは増えてないと、悔しいから激テクタコ行こう。誰にしようかな。ここはあのもうなんだっけ、乱入が 100% だけかな、昨日だかの話をすっかりもう忘れてしまっている。そういう風に出てくれる方が助かる。イベント中はね、乱入 100% にしてほしいよ。当てどこが悪かったな。で
月曜日のね朝7時から14時かな、ケリヒメメンテが入るから、おそらく新しいステージなりイベントなりが出るのかなと。何が大きく変わるかな。最近さ、メンテをやるとさ、しっかりと変わる部分がいくつかあるからね。でだんだん、なんだろう、使いやすくはなってきてるから、まあ縦画面が復活することはないんでしょうけどね。ガリ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 とは言ってもな、最近ね電車でさゲームができなくて、あの通勤時間がね、去年はどんくらいかな、ドアドアでドアトゥードアで1時間ぐらいあったんだけど、今電車乗ってる時間がね10分もないから、だからすぐすぐ着いちゃうからね、ろくにできないんだよね。ツイッターちょっと見てゲームしようかなと思ったらもうそろそろ着きそうになったり、まあ中断ができるから、そういうねコツコツとちょっとずつでもやっとく方がいいんだろうけど、あの通信が長い系がな、 4G だと、そう、それこそねドラプロさちょっと重めというか、 3D のああいうなんだろうネトゲみたいなところがあるから、だからね、なんか 4G 電車の中とか、あ、しまった、四角にしなくちゃゃ余裕ぶっこいてやってたらこのざまだよ。それこそなかなかステージに行けなかったりとか、あとは大型のボスが現れちゃうとやべえ、着くのにってね、結構難しいな、あのゲーム。盾持ちだからいいんだけどな。蹴り目に関してはね、横持ちだから電車の中だとすげえやりづらいってところが、あ、手に入った、あの激トロリテゴタキティティバローみたいなドレス。とりあえずここでのゲットしたかったものは OK かな。結構まだね他のステージでゲットしないものはあるけども、まあやっていくうちに、これは激リンチのか、やっていくうちに手に入るでしょうってことで、こんなステージあったなぁとふといつも思い出すな。てな感じで、これからいろいろ用意して、23時にスタジオ入ってどうのこうのってのがあるんで、まずは YouTube ライブ、ドラプロ、0時から。そして朝9時が、明日の朝9時がマイクラ肝試し、よろしくお願いします。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方は、こちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。